元気にフローラル。いや、刹那圭介だよ。今回やっていくステージはこちら、フローラル 3D ステージ。このコースを作ったのはロッポーリクルちゃん。この子はね、俺が最近推している VTuber の五十嵐すずちゃんのお友達の女の子。最近よく Twitter で絡むことが多いんだけど、この子が作ったコースを今回やっていきます。でね、可愛い子女の子が作ったコースだから、刹那圭介も可愛い声で実況やっていきます。気持ち悪いと思った方は低評価を押してさっさとブラウズバックしてください。やります。すでに喉が痛いよ。自爆だよ。比較的簡単なステージって言ってたけど、どれくらい簡単だろうね。おいおい、なんか出てきたね。おい、かかってこい、蜂野郎。おら、イエイ、ドン。なんだこれ、なんだお前、てめえやるのか。あい、あい、あい、10ポイント。はい、痛い。なんか右上に丸いのがついてるね。何かをここ取らないとクリアできないコースらしいね。なるほどな。うわお、どうべ、痛い。ボンミスを繰り返している。いつもはこんな感じじゃないのにね。刹那圭介はもうちょい上手いはずなんだ。ボイン、下から行くね、こっちに行くね。あのアリ野郎はね、殺せないシステムらしいからスルーしていこう。この10コインはちゃんと取って、中間、もう中間だ。なんかすごいアリが降りてきたね。すごいフローラルを感じるね、このアリさんに。フローラルってどういう意味なんだろうね、調べたことないや。フローラルの痛い。フローラ、なんかハートで、えーい、イエーイ、イエーイ、うわほー、イエーイ、どん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 、セスキー、えーい、うわい、終わった。もうテンションがおかしい。声がおかしければテンションもおかしい。それが刹那圭介。あのね、もしロッポーリクルちゃん、もし動画を見てるんだったらね、刹那圭介は痛い。あのね、あのね、あのね、もしロッポーリクルちゃんが動画見てるとしたら、刹那圭介はいつもこんな感じの声じゃないからね。間違ってもこれが地声だ、イエーイ、間違ってもこれが地声だと思わないでほしいのね。ん、思っちゃダメ。こっから出したね。ブロック出したらあの赤い、いよいよ。このバックフラワー上踏んでも大丈夫なのね。なるほどな。よいしょ、よいしょ、大丈夫。あと、ダメな。割と死んでおります。割と死んでる双眼鏡。おい、こっからジャンプ。乗り移って乗り移って行ってみて、乗り移って乗り移って行って、ぽいぽいぽっぽいの、うん、あい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 、どうやって取るん、こうなったらどうやって取るん、あれ取れるん、あい、どうやって取るん、うん、あ、いけた。あ、よかった。あ、そう。あ、
あ、そういう感じ。あ、よかった。全部取った。入った。よかった。あー、よかった。ほいほいほい。中身出てくるんじゃ、中身出てくるんじゃ、これ踏み潰したら中身出てくるんじゃ。めっちゃ伸びてくる。おお、えいっ。ほい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 。君のコース面白いから重要あるよ、おじさん。どうこう。面白かったな。喉痛いな。よっしゃ、真面目にやるわ。もう地声で真面目にやるけんな。でけー、せめて1分切りたいな。結構練習してきて、今回挑戦します。タイムアタックです。ここ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、で、ここ、ジャンプ、ジャンプ、で、ここでダッシュして、こう降りて、いい感じ、いい感じ、いいぞ、いいぞ、ここで走って、このまま走って、走って、走って、ここで滑る、で、ここで中間、ここら辺でちょっと星取っておきたいと、ダメだ、取る時間がなかった。なしでいくわ。なしでいってもそれはいけんこともないからな。できるだけ、ハテナブロックは叩いたらいかん。出てくるけんな、変なやつが。で、これやって、そう、ミスなしできなかった。ミスなしできなかったのに。どんどん、どんどんパフパフー、どんどんパフパフー。おい、だだだ、だだだだ、ちょ、よいしょ、あー、ダメだ。あれ取りたかった。あ、いやよいよよ、今うまいうまいうまいけど、うまいけどストップして、ここここうまい、これでいい。よいしょよいしょ、届か届かんか。さすがにこれは届かんようにやっとんかな。びっくりでこれ出して、ここでこの辺に設置して、とげー、よっしゃー、これでいい。で、これでこういって、こういって、これ真下に、ちゃーちゃーちゃーちゃうよちゃうよ、真下真下真下じゃって。よっしゃー、で、これ取って、で、こうしたら、よし。今何分？ 1 分いっとうかな、もう、さすがに。甲羅剥がして、身ぐるみを剥がして、どけよ、お前。ここを出して、こいつをきっちり処理して、ドーン、ドーン、ドン、あ、ちょっと、ちょ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 、待て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 、お前、待て、お前。踏んだり蹴ったりじゃないか、お前。ああ、1分36秒もかかってるわ。サードチャンス。ゴーゴーゴー、ここから走れ、走って。走って走って、また滑る。こう行って、ノーミスで行きたい。ノーミスで行きたいわ、今回は。今回は。ノーミスが一番早いからな、結局のところ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、ちゃ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 、壁ジャンプするな、お前。壁ジャンプするな、お前。変なとこに壁ジャンプしたらあかんじゃないか。よいしょ、よいしょ、よいしょ。じゃあ、ここで止まって、よいしょ、よいしょ。ここは多分、一番、あれは無理。あれは多分、ジャンプで取れん。で、ここで、あっち。これはちょっと。じゃあ、そっちじゃないわ。あ。この辺かな。あ、あり邪魔、あり邪魔。よいしょ、よいしょ。一旦降りて、この辺でした、投げといて、よいしょ、よいしょ。できるだけ効率的にいった、できるだけ効率的にいったぞ。邪魔だー。
いやいや上行っちゃった。おいおい、よいしょよいしょよいしょ。どれだけ縮んだ。1分12秒あと12秒。危ない危ない、いいぞ、ミスだけしていってる。よっしゃー、いいぞ。あ、ちゃうわ、これもまだいるわ。よいしょ、まだタイム早いんじゃない、これ。ダメだ、よっしゃー、いいペースです。ダメだ、どけ。どうだ、どれぐらいのタイムできた。切ったー、よっしゃー、1分切ったわー。来たわー。はい、というわけで今回は VTuber の五十嵐うつちゃんの友達六方リクルちゃんが作ったステージを攻略してみました。なかなかさ、ハマるな、やっぱマリオメーカーね。ね、今回やったコースの作成者である六方リクルちゃん。っていうか、イガラシイツちゃんら VTuber グループはね、毎週生放送やっておりまして、最近俺結構その生放送毎度毎度ごひいきしておりまして、メインのキャラクターになる五十嵐うつちゃんはもう VTuber 化してるんですが、その友達のこの六方リクルちゃんともう一人東潮ちゃんっていう女の子もいて、この二人は一応動画には出るんやけど、まだ VTuber 化してない、もしかしたら VTuber になるかもしれないっていう女の子です。なかなか可愛らしい女の子なので、興味があったらまたこの三人にも興味を向けてもらえたらと思います。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。次の動画まで、フローラル。